マタノの土井城は、鳥取県日野郡甲府町マタノに存在した館跡。標高348メートル、飛行30メートルほどの丘の上に存在していた。山梨の一等日野山梨の館跡,跡と伝わる。室町時代前期に築かれたとされ、山名義行が隠居した場所とする説も存在する。地元には、何が篠の藤行なる人物の館であったとも言われ、 宝器民団器などはこれを戦国時代の武将、山名藤幸としているが、諸説あり不明である。少なくとも間の作りから、相当な財力を持った者の,の館跡であることには、間違いはなく、山名氏との何らかの関連があると思われる。館の構造は、単角方形館で矢倉台と見られる出張部が存在した。周囲には土類、堀などを配しているが、 その構造は単純なもので、鎌倉時代南北朝時代に見られる、初期的な形態になっている。土塁の高さは4メートルほどで、ここも簡単な平井離国と呼ばれるものである。防御性はさほど高くはないため、日常の住まいとして使用されたと推定される。また、堀を挟んでいく幹部の前には、ババートとされる平坦地が存在する。 甲府町教育委員会の発掘により、柱穴や排水施設などが確認されている。一部は二地歳として利用されてはいるが、全体の保存状態は深いありに近く良好な状態である。ありがとうございます。